世界に行って学ばす、させてもらったことはたくさんあって、まあ、挑戦する大事さっていうのはめちゃめちゃ感じましたね。夢ってなんかこう描いたらもうここで終わりなんじゃなくて、どんどん広がっていくもの、叶えたら終わりじゃなくて、叶えたらまた広がって、叶えたら広がっていくものだから、もう本当に夢はどれだけ大きくても構わない。日本チャンピオンから世界チャンピオンになった時に感じた一つですよね。まあ、夢って広がっていくんだなって。